ダニエル・クーリー・アグラは、アメリカ合衆国、ゲンタッキー州、ルイビル出身のプロ野球選手、ウトを右打ち。現在は、フリーエージェント。スウェーデン貴族の末裔で、聖のアグラもスウェーデンに見られるものでスウェーデン語で、フクウ目。ゼネラルエレクトリックに勤務している父は、彼の父親が熱烈なヤンキースファンだったこともあり、息子が、ヤンキースタジアムで、 プレーするのを見ることを夢見ていた。アグラは、メンフィス大学を経て、2001年のドラフトで、アリゾナダイヤモンドバックスから11巡目指名を受けて、入団、プロ野球選手となる。2005年に、参加の AA 級テネシースモーキーズで、オールスターに選出され、その後の周期リーグアリゾナホールリーグでも活躍。フロリダマーリンズ時代2005年12月に行われた、ルール5ドラフトで、 フロリダ・マーリンズから指名され遺跡。2006年春のオープン戦で、アグラは2塁のレギュラーを獲得した。開幕戦で、アンディ・ペキットから初安打を放つと、4月21日のフィリーズ戦では、初投塁を本当で上げた。その後2番、2塁で、レギュラーに定着し、前半戦は打率。307.13本塁打の構成遺跡を残し、その活躍ぶりから7月には、 オールスターゲームにも選出された。ルール5ドラフトで移籍した選手が移籍初年にオールスターに出場したのはメジャー史上初だった。シーズン終盤には3番を任されるようになった。この年は154試合に出場し打率28、282、27本塁打、90打点という成績を残した。27本塁打は、 ジョーゴードンの新人二類種のシーズン本類打記録を68年ぶりに更新するものだった。新人王投票では、アグラは3位で、同賞はチームメイトのハンリー・ラミレスが受賞したが、二遊敢を組むアグラとラミレスのコンビは、攻守で活躍した。攻撃面では、新人の得点数1位が、ラミレスで2位がアグラで、守備面では荒削りだが、数多くの併殺を完成させた。 2007年は前年を超える159試合に出場したが3.24月と9月の月間打率が210台に落ち込むなど不調でシーズン打率も前年より4分近く下げたしかし長打は増え2塁打は前年の倍近くに本塁打でも自身初の30本塁打を記録した2008年は5月に球団新記録となる月間12本塁打を記録 二年ぶりに選出され、初出場を果たした、オールスターでは4打数例アンダ3三振に終わり、守備では延長10回に2失策で、虫1三塁のピンチとなり、延長13回にも失策を記録。オールスターでの1試合3失策は、史上初で、9円史上最低のパフォーマンスで、ナリーグ敗戦の責任選手のやり玉に上がった。それでも、本塁打打点、死球、 出類率、超打率、オプスなどで自己ベストとなる数字を残した。2009年は3年連続の30本塁打以上を記録したほか、死球が初めて90を超えた。一方で、打率は自己最低の数字に終わり、三振も3年連続で150以上となってしまった。2010年は、打率、本塁打、打点の全部門で自己最高の数字を記録。また、 出塁率、長打率、オプスも、自己最高の数値をマークしたほか、3年ぶりの100得点、メジャーデビューイヤー以来4年ぶりに三振を150以下に抑えた。フォックスのマーリンズ戦中継では、アグラがホームランを打った直後、実況のリッチ・ウォルツが、ヒズ・ネーム・イズと言った後に、解説のトミー・ハットンと声を合わせて、ダン・アグラというのがお決まりであった。 アトランタブレーブス時代2010年11月16日にオマー・インファンテ・マイク・ダントのトレードでアトランタブレーブスへ移籍。2011年1月6日にブレーブスと総額6200万ドルの5年契約に合意した。この年はチームトップの161試合に出場し、打率233、36本塁が82打点1盗塁だった。 2012年は自身3度目となるオールスターに選出された。この年は154試合に出場し、打率220、19本類打78打点だった。死球はリーグトップの94個を記録した。2013年は136試合に出場し、22本類打55打点を記録したが、打率は179とチーム内で、 最低の成績に終わり、ポストシーズンのロースターから外れた。この打率、179は、ロブディアーが1991年に記録した、当時の歴代最低のシーズン打率に並ぶものであった。後に最低打率の記録は2018年に、クリス・デイビスが、168で更新した。2014年も、生二類種として、開幕を迎えたが、打率は1割台まで落ち、 新人のトミーラステラの昇格もあり、6月から代打としての起用となった。自身の出場機会が減ったことに対し、クラブハウス内でチームを批判したため、7月13日に1試合の出場停止処分を受けた。7月14日に処分は解かれたが、7月18日に放出された。2014年7月21日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。 契約後は、トリプル A 級フレズのグリーズリーズで2試合に出場し、7月25日に、ジャイアンツとメジャー契約を結んだ。昇格後は4試合に出場したが、11打数、無安打と結果を残せず、8月1日に戦力外となった。8月7日に放出された。2014年12月26日に、ワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。 2015年4月5日にメジャー契約を結び40人枠に入る。67試合に出場したが打率183に本塁打16打点に終わった。11月2日に FA となった。ありがとうございます。